先週末札幌で行われたある料理のコンテストに密着してきました。驚きのメニュー続々登場です。豪華な和食御膳、鮭とゆり根のパイ包み、彩り豊かな料理の数々、実はすべて病院や福祉施設の給食なんです。おいしいよ。三度三度も食事来るのが楽しみです。病院の食事はまずい、そんなイメージを覆そうと奮闘する栄養士と調理師の戦いに密着です。札幌市北区の介護老人保健施設プラットホーム。出汁は昆布や鰹節から取り、既製の調味料をできるだけ使わないなど、食と素材にこだわります。管理栄養士の岸山さんと調理師の宍倉さん、コンテストへの参加は初めてです。味薄いっていうイメージ結構あるから、そういうイメージを変えたくて、美味しいって思ってくれるのは嬉しいなと思います。おでんじゃなくて魚にすりゃいいんじゃない、主菜で。献立に妥協しない理由は、この施設が対の住処となる人もいるから。およそ70人の入居者が1日3食給食を食べています。すごく美味しいの、何食べても。ここへ来る前、病院入ってたんですよ。そこのご飯はあんまり美味しくなかった。美味しい。優勝できそうですかね。もう頑張れ頑張れ。いい報告ができるように、宍倉さんと2人で頑張りたいと思います。あっという間に迎えた当日。コンテストまで1時間。初出場の2人は準備時間もそわそわした様子。油は油書いてないんだもん。俺書いてください。書かないと私だって書かないんですから。やってしまったな。初参加にトラブルはつきもの。実は岸山さん、エプロンを忘れ、炊飯器も忘れて急遽調達しました。乗り越えました。乗り越えてないまだ。頑張ります。頑張ります。49ものチームが参加したコンテスト。決勝に残った6チームには数々の大会で受賞している強豪も。愛心メモリアル病院も2年前の優勝チーム。しかし去年は書類審査で落選、王座奪還を狙います。麺自体にも塩が作る工程で入ってしまいますし、今年のコンセプトは減塩。日本食はヘルシーと注目されますが、醤油や味噌を使うと塩分が多くなりがち。単純に塩を減らしてしまうと味がぼやけてしまうので、いかに美味しく減塩するかというのがポイントだと思います。今回は世界の料理で使われる減塩のコツを駆使し勝負に挑みます。開始5分前、緊張感が漂う初出場の2人。サンマを意識して作ったから、ね、魚の名前を間違えているうちにあっという間に本番。ではスタートします。何からやろう。今年で4回目のコンテスト。道産食材と鮭を使い、1食400円以内、大量に調理する給食としても出せるよう、2時間で4食作ることが条件です。練習を重ねてきたレシピ、なぜか羊羹の具材が混ざりません。
石山さん、何かに気づきました。歯がなくて、歯がなくて。歯がない。歯をつけると、一気に混ざって一安心。一方、愛心メモリアル病院の2人は着々と分担作業。順調そうです。目玉のきんぴらごぼうにはある減塩アイテムを投入。きんぴらごぼうって醤油味じゃないですか。これをアラビアータってイタリアのパスタで使うトマトソースの辛いソースを、それで合わせた。意外と合うんですよ。次々と完成に近づくチームがいる中、プラットホームの2人は間に合うのでしょうか。チームアイテム並べて、皆さんこちらに。なんとか時間内に完成しました。すべての品目に鮭が含まれる献立、オスでもメスでも余すことなく使えて、一般家庭でも簡単に作れます。いや、想像以上に疲れましたね。こんな時間かかると思う。どのチームも施設の食事とは思えない仕上がり。審査は味、栄養、彩り、コンセプトなどが多角的に採点されます。結果発表の時、今回のグランプリは介護老人保健施設プラットフォーム様でございます。おめでとうございます。なんと2人は初出場、初優勝に輝きました。鮭丸ごと鮭というか鮭尽くしだったんですよね。レストランとかね、あの割烹とかね、そういうところで出てきてもおかしくないものが実際に作られていた。愛心メモリアル病院は惜しくも準優勝でした。いい広告ができるのでよかったです。本当に食を通してみんなを笑顔に。決意を新たに挑戦は続きます。これ、ね、取材した記者の方に聞いたら、偶然なんだけど初出場のチームがあったのでそこを取材しようって言ったら優勝したって、はい、でもう一つのところはあの病院なのでそこを取材しようって言ったら準優勝したって。持ってましたね。でも本当美味しそう、びっくりした。そうですね、で今回入賞したチームのレシピなんですけれども、はい、今後北海道ヘルスケア産業振興協議会というところのホームページで、ご覧のホームページで公開される予定だということで、お家でもね再現できるかもしれません。特集でした。